阪神中野拓夢すり足打法で CS へ。阪神中野拓夢内野手28が10日12日に甲子園で幕を開ける DeNA とのクライマックスシリーズ CS ファーストステージに向けて打撃フォームを改良したことを明かした。レギュラーシーズン中は苦しんだ打撃面の調子を取り戻すべく右足のステップを抑えるなどして安定感を追求、2年連続日本一に向けて後ろにつなぐ打撃ができるようにやっていきたいと結果に結びつけていく。打線につながりを生むためにもモデルチェンジに舵を切ったポストシーズンを前にし、中野が打撃フォームを改良、本来の姿を取り戻すために賭けに出た。あまりステップを大きく取らないような感じにしてからボールに対して潜れなく自分の思った通りの形でスイングできるようになったので変えました。打率3割を目標の一つに据えて臨んだ今季だったが、結果は2.32、5.47打数127安打、164本の快音を残して最多安打のタイトルを獲得した昨季から一転、安打数は1年目に並ぶ自己最少となり、3日の DeNA とのシーズン最終戦、横浜、鬼はチームにもっともっと貢献できるという場面も多かった。自分としても本当に苦しい1年という感じもあった、と反省を口にした。その快音を晴らせるステージが控えるポストシーズンだ。悪い状態を打開すべく、メスを入れたのは投手側の右足。シーズン中は高く上げてタイミングを取っていたが、それによって体は前傾になり、バランスが微妙に狂っていた。シーズン終盤ではその右足を以前よりも低く上げ、左足に体重を残す感覚、と軸足で回転するイメージでバットを振るフォームに変更、すると3日の試合では2安打をマークし、7日の全体練習でのシート打撃でも才木から左前打を放った。最後の最後である程度、いい形で打席も送れましたし、シート、打撃、押している感覚も自分の中で悪くない、と好感触は全身に残っている。この改良は良いと思う。後スイング指導時バットヘッドが下がるのが気になる。ローボールを打つのにはいいがベルトから上の球にはアッパーになり捉えづらく、フライになりやすい。そういうシーズンもある。連覇のかかった今年、不調でも使われ続けたことで相当ヘイトも集めてしまったでしょう。途中で改良できるならもっと早くできてたと思う。それこそシーズン途中でも。他球団ファンだけど中野はホームラン打者でもないのに近藤にアドバイス求めるから本来の自分らしさの打撃を崩してしまったのでは。近藤と中野ではタイプも役割も全く違うのに。ギダじゃなくて近本が出て中野のヒットで1・3塁、これを見たいねん。そして3・4・5番でまず3点、初回のこれでほぼ決まる。頼んだよ中野。中野くんの近藤打法じゃ捉えても外野の頭越えんからな。守備の間にポトリと落とすのが持ち味やねんから、今年1年の結果で諦めてくれたらええんやけどな。アッパースイングやめてくれれば去年最多安打のヒットメーカーやし期待してる。謎の聖域2番打者の尻に岡田退任でやっと火がついたか。遅いんだよ。三振ランキングセリーグで7位、巨人の岡本選手と同じ数97個。とても打順が2番のバッターの三振数ではない。あの体格でなんで長打狙うのか。シーズン前半の森下みたいにバットが下から出てる感じに見える。基本はレベルスイング、大きいのを期待しない中野ならそれを崩す必要がない。あとはもう少し走ってほしいね。比較自体が少ない。これに関しては監督が変われば方針が変わると思うが、しかなかで50は走らないと。中野は普通に元に戻せばいいのでは。入団以来2割台後半を常にキープしていたのですが、さらなる飛躍をと今季打撃改造をしたが失敗したであれば、まずは元に戻して原点に帰るのが一番かと思います。去年と比べて5分も打率が落ちて、盗塁は14件、まるで怪我でもあったかのような成績。今年は伊藤正といい急激に成績を落とす選手がいて、ここまで戦力ダウンするとそれは苦しくなるな。今からでもええから頑張ってくれよ。お前の俊足を生かすんやったらフライばっかし打ち上げとったらあかんやんか。そのあたりは中野自身が一番よう分かってるはずや。頑張れよ、いつも応援してるぞ。去年のバッティングは良かったのに、近藤の真似が良くなかったんですね。バッティングが悪いためか守備も悪かったですね。シーズン中に一度2軍に落としてフォーム修正させるべきでしたね。どれだけチャンスで大振り三振が多かったか、それにフライアウトの多さに呆れた。てか、とにかく近本を目指してくれ。体格的にもな、近藤ではないよ。岡田監督のためにも頑張れよ。レギュラーシーズン中に気づいてほしかったな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。